はい、どうも皆さんこんにちは。はい、ということで今回は前回の続きで、恵子さんをね、源田法律事務所へ連れていくんですけどこの二人やべえな、めっちゃカメラ向けるとこっち向いてんだけどめっちゃ縛られててさ、こう周りからバレた、通報されねえのこっち見んなで、恵子さんにカメラを向けるとめっちゃピースすんだけど面白い。で、これは確かね、こっちで向けるとあもうノリノリだなお前ノリノリすぎだろ、恵子さん。こっち見てくれねえから、あ、間違えた。あったあった。で、カメラでこうやって、こうやるって向けると、おうおう、キョロキョロして、あいや、めっちゃノリノリだな。大丈夫か。てか、ポーズ2バージョン撮ってくれるんだね。前回だと1回しかポージングしてくれなかったんだけど、こっち見んだ、めっちゃカメラ目線だな。はい。まあ、ということで、とりあえずね、源田先生に恵子さんを預けて、コウスケくんの同締めみたいなところにね、勝ち込みに行くわけですけども。源田法律事務所は、弁護士だった頃の俺の子です。そうだね。所長の源田先生は、親とも言える存在の人で、唯一のね、親と呼べる、まだ残ってる人だね。頼りにされて、前作で松金の親父っていう、もう一人のね、親父がいたんだけど、それちょっと、それが死んじゃったんだけど。うん。沙織君たちは今、裁判所に行ってる。はいはい。よく働いてくれるよ、あの2人は。お、ねじねじさん。はい。源田龍三ね。まあ、確か、中尾明さんが、題材になってるかな。ああ、この間のあの件、ぼったくりの。どうです?いや、源田先生、眉毛。長すぎだろ。でも全力投球するのがこいつの取り柄なんですよ。まんざらでもない顔すんだやがみ。本当にとても助かってます。恵子さんも綺麗だな。てかグラフィックの向上がやっぱ相変わらずすごい。少しの間ここに恵子さんいさせてもらっていいですか。そうだね。おお、別に構わねえよ。ちょうど暇してたとこなんだ。せっからすんだよ、源田先生。源田先生。珍しいですね。源田先生が一人で留守番なんて。なんかでかい案件でも入ってるんですか。ああ、まあある意味じゃでかい案件だ。沙織君と星野君、星野君二人係りで担当してもらった。これ大丈夫、二人担当して。もしかして殺しの弁護とか。いちゃつかん。迷惑防止条例違反。迷惑防止条例違反。それって痴漢ってことですよね。痴漢か。ああ2ヶ月痴漢の裁判ってなかなか、駅のホームで逃げた痴漢が否認しない限りは取り押さえられた。裁判沙汰にはならないんじゃないかな。それが警官だったんだ。警官それはなかなかの事件だな。テレビで何でも流れてたろ、世間の注目度って。そういう意味じゃ、まあ、そうだね。警官の痴漢ってなると結構報道とかではされそうな事件だね。確かそれを担当してるのが、そういえばありましたね。これね。ネットで炎上してたやつ。はいはい、確か通勤ラッシュの電車も目立つ、目立つ服着てやってんな。今日その判決が出るんだが、まあいい結果じゃねえだろうな。無理だっつってんのに、被告人が記憶にねえの言ってんだよ。で、この映像出てて。この映像出てってね。おー、取り押さえられてんだ。目立つだろ、こんな蛍光色の。すげえな、なんか本当の報道っぽい動画みたいになってるね。違う、違う、違うってんだ、おい。おい、よっさん。おお、暴れんな。いや、すぐにわかんないよ、バカ野郎。そんなことまでする。やばい。あれ、これも確か俳優さんだよね。ああ、そうだよね。誰だったっけ?なんとか石さんだよね。確かこの人も俳優さんがモデルだった気がするな。確か。名前がわかんないね。光の石って書いてある、こう石なのか。
おい、ちゃんと背筋伸ばせ。もう少し姿勢を正した方が。ほら、お、沙織さん。いいね。その態度でいいことは一つもないです。なんか沙織さん、綺麗になったね、ワンより。白崎沙織。そうだね、沙織さんがでも法廷立つのは、今作からかな。どうせも、判決は決まってるんでしょう。態度悪いな。そういう問題じゃなくて。お、空手三段、星野くん。本当印象悪いですよ。この沙織さんと星野くんはね、前作からでも出てきてる弁護士で、なんかね、二人はちょっと男女のいい感じの中ではある。印象が悪い。か。やっと姿勢直した。長も有罪だと言い渡しやすいですね、きっと。やけになってどうするんですか。まだ決まったわけじゃ。決まりですよ。有罪で。自信あるな。それはつまり、すべての準備が整ったということだよ。何の準備だ。さて、ここからが。なんだこいつ、なんか企んでんのか。エタラの近くにいるんじゃねえのか。早く立て、エハラさん。シャキッとしろ、シャキッと。さ、法廷だぞ。からおう、インストール。ああ、これね、ダウンロードコンテンツをね、ちょっと購入したんでね、それの今、今日は判決聞かされるだけだ。だから、沙織くん一人でいいんだけどよ。なるほどね。星野くんが、僕も行きますって聞かない。沙織さん大好き感がバレてたろ。沙織さんの役に立ちたいっていうか、少しでもいいとこ見せたいんでしょうね。だろうな。でも沙織くんにフォローのいる場面なんてまずねえだろ。まあ、いらないよね、沙織さん。仕事できる人間だからな。ところで、現役警官の弁護ってなんでここで受けることになったんです。確かにね、最初はよその弁護士が担当するはずだったんだ。カムロ署のご用達って先生がな、前回のモグラこと胃がん退職と示談で不起訴になったかもしれん。不起訴、無罪ってことですか。まあ釈放はされちゃうね。今の話だと警察の首とセットみたいだけど。ああ、ところがだ、その警官は無実を主張するって聞かなかったんだよ。無実を主張するってのにな。って言ってる割に、カムロ署御用としの先生はさっきは有罪で確定だろ。その時たまたま当番弁護士だった。どういうことだ。沙織君へとお鉢が回ってきたんだ。そういうことでしたか。興味あんのか。おお、少し待ってるよ、二人とも。いや、これからね、殴り込みかなきゃいけないんですよ。俺はまだ仕事がありますから、そろそろ。また新しい依頼いただけるなら。ここからね、ぼったくりの詐欺グループをね、検挙しに行くんですよ、源田先生。源ちゃん一緒に行く。仕事が趣味を兼ねてるんです。かっこいいな。好きでやってることですよ。仕事できる人みんな言うセリフだね。じゃあ、恵子さんのことお願いします。外に海藤さん待たせてるもんで。そうだな。コウスケ君縛ったままだからな。はいはい。で、まだ話せんのか。どうか気をつけてくださいね、八神さん。よろしくお願いします。あ、そんなに重要なことはもう話せないのかな。恵子さんのことは任せとけ。これでも女の子本当かは今日ネジネジついてないけど大丈夫か。ここカメラ使えるかな、源田先生。あー、ポーズ取ってくんないか、さすがに、ここでは。で、恵子さんはさすがに源田先生の前じゃ、あんなはっちゃけたポーズは取ってくんないのか。これね。もうめっちゃ、めっちゃ、なんか、はっちゃけてんな、こいつ。一人称視点でも歩けるんだね。はい。沙織さんの席と、星野先生の席。で、前作でいた新谷先生の机は誰の名札も置いてないと。おい、源田先生、おい、ゴルフクラブ会社に置いとくなよ、仕事場に。しかも、そう、明らか本数足りねえだろ。ドライバーと、これパターあんのか。パター入ってんのか。パター入ってね、アイアンバッ、パター入ってねえぞ、これ。まあ、ちょっとそんなことばっかしてないでね。さて、行きますか。お、ちょちょちょ。これ、前作ここ降りれたんだけど、降りれる、降りれる。
大怪我しますけど自転車の真上に降りてるカイトさんもしびれきたしちょっと待ってるカイトさんちょっとね部品をこれ多分なんか前作と一緒でドローンの改造かなカイトさんそんじゃ行くかタボ一軒町のぼったくり店をお掃除行きますかカイトさんうんよし行こううん行こうよっしゃそう来なくっちゃな行くぜカイトさんコウスケくんコウスケくん連れてどの辺なんだ場所こんなんで街中歩くんじゃねえよお前が稽古ちゃん通報されんだろどう考えても拉致じゃねえかよそうだよだから俺はもうここまでで勘弁してよ何勝手なこと言ってんだ店長とご対面するまで付き合ってもらうぜ。コウスケ君もかわいそうに。じゃねえ。店長に会ったら俺その場で殺されるって。俺だけじゃねえ。あんたらもだぞ。大丈夫か？そんなに？そんなに？その店長。そうだよ。手下もいっぱいいる。どの道女を食い物にするクズだ。まあそうだな。ここはこの二人はな、そういう女性に対してね、食い物にするようなら許せないタイプの二人だからね。でもだからだ。おお、杉浦。なんだよ懐かしいねすっごけんなこれも前回の協力者であって久しぶりだな1話で殺されちゃった寺沢恵美ちゃんの弟寺沢文也くんかな本名は実際ああ偽名なんだけどね杉浦あのねちょっと聞いてほしいんだけどさ八神さんまあちょっと偽名を変えるのもめんどくさいから、ね、この間からえっ坪橋と新しく探偵事務所を立ち上げたんだよね坪橋と探偵事務所立ち上げたのマジか何だって坪橋そんなことする系だったっけ横浜でね横浜ああ一応八神さんに遠慮してさっきの神室町は避けたわけ偉人町の方ってことかな話がいろいろ急だしそれにつくもと杉浦接点あったかそもそも他にどのつくもくんがいるのハッカーねハッカーの技術なんて探偵に売ってるやがみしいとかっていうちょっと何あの人は陰っぽい喋り方するんだけど、ね、あっちもあるなどっか杉浦もちょっと前まで引きこもってたっつってたもんな昔ね先輩方にぜひ手伝ってもらえないかなと思ってはいはいはいどう？悪いその話急ぐかめっちゃコミカルな BGM だな勝ち込み何それ終わったら後で話すよというかまあちょっと今な杉浦に構ってらんねんだよ待ってろ杉浦また行ってお待たせ電話切りやがった行くぞタボカイトさんでもちょっと年取ったな足が重いとはこういうことを言うなコウスケくんのおおなんかいやーもう完全に仇の事務所じゃねえなわもう奥のやつ悪そうだもんみんなグラサンしてんなここで悪そうなやつらコウスケどういうことかまず説明しろや眉毛ねえしいえめっちゃ瞳孔開いてんじゃんぼったくりに脅され困ってるとそういう相談があって恵子さんからなてめえその声さっき電話で話したやろうかまあ眉出しくん八神探偵事務所だん探偵で八神ってお前あれか松金さん松金の親父の知り合いかっていうほら見ろなカムロ町でうちの名前知らねえなんざ急に生きがんなって回答さちなみに俺はその松金組にいた回答さんだ会いたい受け身取れないんだから天使は話には聞いてる有名だよ。カイトさん有名なんだね。まあそうかな。ゲートやるじゃん。松金のカイトといや、おつむの弱さで知られてる。いやいやそんなことないよ。金取られて破門する。カイトさんの結構さ戦略とか前作では知ってるぜ。刺さってたからね。やろう。何にも知らないくせに。何も知らないくせにな。あれはな。まあまあほっときなって。まあまあね。カイトさんは意外とね頭切れる。ヤクザゴリラだから返してもらいに来たんだそこにうちの手間賃も乗っけてもらうよこっちも仕事だからさ
そうかよ。やってみな。おっちゃくに向けてからの方がバカず踏んでるくらいだ。こいつら、こいつ眉毛右と左のバランス悪くねえか。反り間違えたのか。うわー、この人数か、なかなか防音に金がかかってるとこだ。そっちがな、こっちも強いんだからな。ここで何が起きようが誰にも分かりゃしねえ。むしろ好都合だぞ。いいね。その通り。じゃあこっちも好きなだけ暴れられるじゃん。うん、ああ、後ろのやつの服のセンスが全然逆すぎて笑うんだけど。始めると。あれ？また？あ。ちょっと待った。またコミックいいとこで。山西、お久しぶりですな。先ほどつくも。ああ、つくも。めっちゃコミカルな今BGM に切り替わったじゃねえかよ。杉浦氏から矢上氏にガチャ切りされたと聞きまして、何か気を悪くされたのですか。僕はもう心配で心配で。でもそういうことじゃねえんだよ。改めてお詫びを申し上げさせていただきたいと。いや、そんなの言って。そうはいきません。長えな。同じ探偵事務所で働く同僚です。しびれ切らしてんじゃねえか。同僚のミスは僕のミス。それが社会人の礼儀、人間としての常識。わかった。じゃあ後で聞くから。長え。後でというとこちらからかけ直すべきでしょうか。およそ何分後にかければよいか。めちゃくちゃ社会人の常識あるな。どこまで話したっけ。ふざけやがって。これはふざけやがって。そうだろうターボ。それはねえな。ぶっ殺してやる。やばいけど、ぼったくり店長。とりあえずこれは、あ、あースキルでね、強くなれるのか。どうしようかな。体力アップこんななんの。すげえあるな。アビリティ。まあこれはちょっと後でやっとくか。え、あ、演武と一戦でそれぞれあるのか。スペシャル。こういうのは、なんだろう、EXP 上がるやつから取るといいんだよな、だいたい。スモーカーランク。いや、なんかねえな、ねえのかな。アビリティかな。これはでも EX アクション系だよね。体力アップ、体力アップ。攻撃力アップってなかったっけ。あ、あるな。2500も使うな。結構使うな。パラメータ EX ゲージが溜まりやすくなる。まあ、とりあえずちょっと体力アップ1個だけ取っとくか。ね。これでいけるで、多いから M。カイトさん大丈夫か。カイトさん戦ってる。お、カイトさん強いじゃん。おい、コウスケお前なんでそんなとこいんだよ。前のめりになんじゃねえよ。おお、強いな。あんまり強化してないけど、全然強い。おいしょ、机で西野は。西野は机の餌食になっちまったな。おいずいぞ。カイトさんとなんかコンビ技、コンビ技ねえのかな。ほら、よいしょ。カイトさん移動。おっ、カイトさん強い。カイト、おぉ。カイトさんとのコンビネーションねえかな。あー、ないな。ターボ、こっちか。ほら、ほら、よいしょ。あ、強えな。宮川がちょっと強いやつか。巻き込んでいいのかな。おお、この赤出た出た。ファイトさん、おお、かっけー。コンビ技あるんだね。なんか使う。宮川ビビってんじゃねえか。ああ、もう一人なかったっけ。よし、ファイトさん任せた。あとはビビってるのも大丈夫だ。お、これは新しい。お、来た。連携ヒートアクション。こっから、おお、かっこいいね。さて、なんかね、倒せるかな。あっ、ビビってんじゃねえか。おら、よいしょ、倒した。すんごい柔軟あるな、お前の体。そんな死なんねえだろ、人間の体で。ぼったくり店長を倒して、はいはい。あ、戻ってきたんだな、矢上さん。海藤さん、解決したんだ。本当にお世話になりました。ありがとうございました。いやー、よかったね。これまで お金の回収もできたのかな。戻ってきたって。そうなんです。まあ、よかったね。本当に何でお礼を言ったらいいか。いや、大学生にとって80万はでかいもんね。きっちり吐き出させてやったし。大学生じゃなくてもでかいな。ね、80万なんて。いや、冗談ですって、冗談。
で、そうそう、どうなったんだ、ぼったくりの連中は結局どうだった。連中は町を出ていくみたいっすね。店を潰されちゃさすがにもう、そんなんで町出てくの大変だな。コースの野郎も大学にチクっといたから晴れてコースアウト。こんなんチクられたら退学だろ。落着です。でもやることやってんな。ね、課長、いい勉強になりました。そうだね。で、これからリアルで会うときは自分で店を選ぶことにしますね。もちろんマッチングアプリも別のにします。そこが反省ポイントかよ。恵子ちゃんな、そもそもネットで出会うのがどうなんだって話じゃないのかい。まあ今時ではね、珍しいことじゃないよ。ネットで知り合って幸せな人たちもいっぱいいますよ。そういうこと、今時は当たり前。まあそうだね、今時はもう当たり前なんかな。そんなこと言ってっと時代に置いてくるぞ。先生にも言われてんじゃん。へいへい。まあでも大学気をつけます。割といい出会いとかあるんじゃないの、知らんけど。めっちゃお辞儀してる、いい子。今後、あ、でも、そういえば本編とは関係ないのか、今の人は。そうだな、もうとっくに裁判終わってるだろうに。二人でどっか仕掛けんだか。やめろ、カイトさん、そういうの。まだどうにもなってねえよ、あの二人は。早く近づいてほしいと思ってたんだけどな。それも年の功ですかい。お、俺はお前らよりよっぽどバカズ踏んでんだ。確かにその眉毛のね、長さはね、一緒にバカズを踏んでるよね。ああ、そうだったな。マクスガネの親父な。松ガネ親父、俺は弁護士。ああ、この左にいる人がね、裏と表って別の世界の人間だったが、このカムロ町で前作でね、モグラ黒岩刑事に殺されちゃってね、死んじゃったんですよ。お前らもたまには墓参りに行ってやれ。そうだな、ええ、言われるまでもねえす。まあ二人にとっては大好きな親父だからな。じゃあ俺らももう行きます。そうか、お邪魔しました。沙織さんたちとはまた今度。そうか、二人ともいないのか。ご起立ください。お、おお、さっきの裁判の続きに入ったな。見せてくれるんだね、江原さん。いや、なんか沙織さんやっぱ気になってんな、さっきのこと。やっぱ頭いいかな。お、あれ、ケンジが違うな。前回のあの丸つるつるぴかつるぴかでねえか、坊主の人いなかった。判決を言い渡します。まあ有罪でしょう。主文、被告人江原明弘を懲役6月に処す。6ヶ月か、実刑か。執行猶予ないんだね。判決なんて初犯なのに執行猶予もなしですか。そうだよね、だいたいそう聞くよね。まあ本人があの態度ですもんね。態度悪かったし反省するだけで、そうだね、大した主張もないんだから。まあそうなっちゃうか。これから判決の理由を述べますので、被告人は座ってください。お、どうした、なんかあんのか。ん、お、笑った。どうした、立ったままで聞きますか。何か言うのか。裁判長。おお、喋ったな。3日前に横浜の廃ビルから死体が出てきたはずです。ああ、身元は分かりましたか。最初のやつか。何を急に、何の話ですか。分かりません。え、何つながってんの、このまだでしょうね、痴漢の冤罪と。ではどうか神奈川県警に知らせてあげてください。その死体の主は三越芝博という。三越芝博、なんで知ってんの。彼は4年前私の息子を自殺に追いやった。え、万死に値する人間です。え、誰、こ、え、江原さんが殺したの。何の罪にも問われずずっとのうのうとしていたんですから。おう、法なんてものは全くの役立たずだ。うわ、これはざわざわするな。静粛に、被告人は勝手な発言をしないよ。なんでこんなこと知ってんだ。あの弁護人、これはどういうこと。これは、星野くん、これはその沙織さんはでも目をそろわしてねえぞ。
落ち着いてんな、この人はいつも冷静沈着だな、沙織さん。いや、いいな、かっこいいな、沙織さん。いやー、今日は久々に仕事したな。まあ、そんなことになってるとも知らずにね。ひとまず事務所に戻るか。ああ、そうしたら杉浦たちにも電話だ。なんか仕事があるみたいなこと言ってたし。ああ、そうだね、さっき八神氏って電話来てたからな。探偵事務所立ち上げたんだってさ。ああ、すごいね。なんだそりゃ。はい、はい、マジかよ。だよ、あのクソゲー。お、クリアできるかってのは。まさかここはシャルルか。日がしんのか、もしかして。マジで腹立つ。誰でもいいから殴りたい気分だ。あれ、これはこれはまた噂話に適当なやつ見つけて勝手に目つけられるパターンか。それもそうだな。あ、相変わらず、ああ違ったわ、シャルルじゃなかった。やれやれ、相変わらず物騒な街だね、本当にな。下手に目指すとああいう厄介な輩が何癖つけて絡んできそうだな。ああ、そうだね。まあ目立たなくてもな。エンカウントバトルとボス格の強敵。おお、ほうほう。エンカウントバトル。まあ、街では男たちが難癖をつけて喧嘩を打ってきます。これはまあ、従来通りだね。まあ、これをエンカウントバトルと言います。これらの敵の無視をしてやり過ごすこともできますが、撃退すれば SP やアイテムを獲得できます。そうだね。これはまあ、今まで従来のジャッジアイズと一緒だね。で、ボス格の強敵について。エンカウントバトルでは、ボス格の強敵が喧嘩を打ってくることがあります。ほう。ボス格の強敵は画面の下部分に体力ゲージで表示されます。スキル取得アプリで、能力を強化して戦いに備えましょう。この紫な方がボス格なのかな？そういうことかな？なんかいっぱい出てきたな。バトルリワード。バトル中特定の条件を満たすように敵を倒すとバトル終了時追加 SP を獲得できます。これをバトルリワードと言います。はいはい。バトルリワード条件。バトルリワードを得るためには条件。スキル習得アプリ内で四角を押すことで確認できます。バトル終了時に三角を押すと、そのバトルで獲得できたバトルリワードを確認できます。まあなんか、なんとかで倒すとか、なんとかで決めるとか、そういうのをクリアすると追加で経験値がもらえるってことかな。はいはい。とりあえずチーム所に戻るか。あの二人は普通の二人だね。とりあえず八神探偵事務所に戻るか。はいっぱいなわ。カイトさん、あ、カイトさん写真撮れるかな。光りそうになった。カイトさん、カイトさん。はい、よいしょ。ドヤ顔した。これ一緒のパターンも撮っとくか。あ、カイトさん写んない、難しい。あ、ちょっと待って、見つかった？やべえ、やべえ、見つかっちまった。今、カイトーさんと写真撮ってんだから邪魔すんじゃねえぞ、こら。まったく、カイトさんやったれ。あっ、土下座して、宮下。カイトーさんの今、写真撮ってんだから邪魔すんねん、怒ってんだろ、カイトーさんだって、てめえ。一戦で決めちゃうよ、俺は。いい、ったく、時間食っちゃった。本当だよ、時間食っちゃったじゃねえか。いや、あそこもいんな。はい、ということでね、探偵事務所に戻ってきたと思ったら、お、なんかコミカルな BGM 始まったな。探偵事務所、はいはい、所長は俺で、助手は元ヤクザの海藤さんが一人。ああ、簡単な説明してくれるんだね。この不景気に何年も続けて立派と言いたいとこだけど、はいはい、主にはさっきの源田先生からの仕事で食いつないでる。直接依頼は来ねえのかな、あんまり。意外に飛ばしてるな。楽しそうだな、海藤さん。だいたい体を張ってたまに頭も使う。なるほどね、納金事務所ってことかな。部屋で飛ばすな。はいはいはい。ねえ、カイトさんと話す。まずは一服しようや。あ、そうだったね。杉浦にも電話するんだったろ。杉浦に電話するんだったね。まあ他にやることできないし、とりあえずもう進めちゃおうか。ああ、そうだった。まさかあいつが同業者になるなんてな。確かにな。
俺らの背中に憧れたんだろうよ。まあ、向こうの探偵事務所はつくも氏が頭で頭使って、杉浦が原田春みたいな感じかな。もう用事は済んだの、八神さん。毎回この BGM だな。今は大丈夫。なんか仕事があるとか言ってた。そうそう。言ってたね。八神さん。横浜はいいよ。横浜いいよね。俺も横浜住めるなら住みたいな。うまくすると街並みがいいよね。ような仕事がバンバン入ってきそうなの。ほうほう。なんかこっちより儲かってないか。大丈夫か。八神さんにそんな話しないって。八神探偵事務所よりも高級取りかもしかして。もしかして僕信用ない？そんなことないけど。ならよかった。じゃあ仕事の内容は会ってからのお楽しみね。なるほどね。分かった。仕事はいつから？明日こっちまで来てくれたらすぐにでも。うちの事務所は委員長に横浜99かって看板出してる。99か、つくもか。でも八神さん予定空いてる？予定ね。ちょっと入ってねえだろ。暇だろ、八神探偵事務所。予定も何もねえだろ。カイトさんに言われちゃったよ。久々の依頼だったんだからよ。そんな風に言ったら安く見られないでしょ。なるほど。いや、駆け出しに仕事恵まれたとあっちゃカッコつかねえか。なるほどね。先輩風吹かしてる。お待たせ。なんとかやりくりできたよ。お忙しいところすみませんね。じゃあ明日カイトさんも来るでしょ。うん、楽しみにしてるよ。もしね、八神さん小芝居入れてきたな。何の仕事かは行ってからのお楽しみだってさ。あの野郎もったいぶりやがって。まあ何の仕事なんだろうな。俺あんまり行ったことないんだよね。俺もだ。まあこの二人は神室町ばっかだったろうからね。たまには見聞を広めよっか。まあそれもいいことだね。あ、雨降ってきちゃった。おお、こっからがチャプター1なのね。群れの裏切り者。本当にさっきのは序章だったんだね。こういう始まり方するんだな。横浜神保町偉人町か。偉人町だね。横浜99かと。ああ、中華街の方じゃねえんだな。ついでにうまいもんでも食えと思うよ。観光しに来てんじゃねえんだぞ。そっちもこれから好きなだけ行けるって。多分つくもんとこまで少し距離あるぞ。タクシーで行くか。それもいいけど、まあ街探検ね。うん、そうだね。初めての街だし。それは俺もいいな、賛成。歩きながらね、街を知り、初めて行く街ってやっぱワクワクするよな。と、まあね、なんか寝るとかなく、もう勝手に始まっちゃったんだね。いきなり入っちゃったけど。まあ、とりあえず今回は時間的にも、まあ、この辺でしとこうかな。まあ、カイトさんもね。おー、ごめん、カイトさん。初めての街でちょっと慣れてなくて、はい。ということで今回はこの辺で、次はね、まあ、特に、サブストーリーとかもまだ、多分、そんな出て、カイトさんいる時とかはできないはずだから、次は、つくも、まあ、横浜99階向かって、ストーリーをね、進めていこうかと思います。ではね、また次回お会いしましょう。ありがとうございました。